ガランドヤ古墳ガランドヤ古墳は、大分県日田市石井町にある古墳である。1993年10月13日に、国の史跡に指定された。日田市の東南部の三熊川の左岸段丘におけする3期の、円墳からなる、古墳群である。第1号墳の西約50メートルに、第2号墳が、南東約25メートルに、第3号墳が位置する。このうち、 1> 第1号墳及び第2号墳の2期は共に装飾古墳で6世紀中頃から後半の古墳であると推定され国の史跡に指定されている。2期の装飾古墳が並ぶものはこの地域では珍しい。本古墳は近隣の穴ンノン古墳や法音寺山古墳群と共に筑後川流域の装飾古墳文化圏に属するものと考えられている。 1> 第1号墳は、墳球が完全に失われ、石室の石組みが露出している。石室は、両袖式複質構造の横穴式石室で、原質長約4.3メートル、幅約3.0メートルの長方形をしている。原質の奥壁に赤と緑の顔料で手を広げた人物、馬、船、鳥、円門等が描かれている。第1号墳からは、 服装品として、バグ、装飾品、末液、弾き等が出土している。2013年度から2014年度にかけて、石室をコンクリートく体で覆い、り土を紛糾状にかぶせる保護施設の整備が行われている。第2号墳には、直径約20メートル、高さ9メートルの紛丘が残存しているが、石室の東側は露出している。石質は、 複質構造の横穴式石室で、原質長約3.3メートル。保存状態は良くないが、原質の奥の鏡壁に赤で下塗りをした地に、緑の顔料で弓を引いた牙の人物、同心炎門、連続山形文等が描かれている。第二号分からは、副葬品として、自家刀、装飾品、末木等が出土している。このうち、自家刀の唾には、 造眼が施されていることが、X 線調査により判明している。噴球の上には高さ15メートル、幹回り3.2メートルで、樹齢100年以上と推定される胃腸の大木が生えている。日田市教育委員会では2019年度に、第2号噴を覆う仮設大屋の建設に着手する予定であり、この胃腸の大木は、根が石室内部まで入り込んでいて、 石室を痛める恐れがあるため、2019年5月にも伐採される予定である。第3号噴は現在は墓所になっており、噴球や石室の石組みもほぼ破壊されている。ありがとうございます。